シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よっとなきゃわー、ケタル初日攻略やっていくってやつぜ。さあ今回よ、超越なのに後付け実況になってんのよ。なぜ後付け実況になってるかっていうとよ、もう結局適性がよくわからんかった。適性がよくわからず何回も挑んで取り直してるから、これが3回目の勝利かな、確かのモンスターになってんのよ。で結局よくわからんから正規式だとかで押し切るという感じだったぜ。であと後半には別の運枠で勝ったやつ、運枠3で勝ってるやつあるから、そっちもよく見てくれよな。で今回出すのがマジ1時間遅れたわ。いっつも結構早めに出すんだけどよ、これがマジでようわからんかった本当に。で俺終わった後にこれ今後付けで入れてる時に重要な事実に気づいた。これよ、体力が多いほどダメージが上がるのよ。これこっちが与えるダメージが増える。これマジでよ、知ってたのに超絶だからってマジ舐めすぎた。だって超絶これ始まる、ケテル始まる前まで俺ずっと寝てたからな。これはやってしまった。おさらいとか しとくべきやったわ。ここがマジでひどい。でこのステージがマジで鬱陶しい。でこのステージがゾンビ倒すと鬼が復活する。要するに何だったっけ、ほら不動明王みたいな感じ、不動明王とか覇者のと40回みたいなシステムになってて、とりあえずどっちか片方倒すかみたいな。まあでもおすすめはゾンビから倒さねえと復活しまうから。だから次姫路の横間でこいつらを倒した後、ゆっくり誰だったっけ、あいつ誰だったっけ、クロノスで盾間で突破すると。で今回クロノスを連れてきた理由が、この中ボスのところの天使2人いんのよ。あいつがマジでやばくて、そいつらを簡単に倒すためにこの妖精キラー L を持ってるクロノスを連れてきてるぜ。でも結局ちょっとよ、そういうなんかあんまりクロノスもいらねえかなっていう感じになっちまったんだが、結構マインスイーパーもあるから簡単に役立つと思うぜ。で今回はこのパーティーが強いというわけじゃなくて、まあ、こいつら面白いよっていうモンスター詰め合わせてきてるから、マインスイーパーを持ってね。でまあマインスイーパーよりもダメージウォールの方がちょっと重要かなとも思ってくるし、まあ、だからそんな感じでマジでわかんねえ本当に。いやいつも結構こいつがいいよって紹介するんだけど、今回に限っては本当に悩む。でそのモンスター自体はそこまで対応してないけど、聖騎士キラーとか持って強いよって場合でも他のモンスターをちゃんと整えれば使えるし、本当にこのパーティー全体で考えなきゃならねえちょっと複雑なクエストだったぜ。まあ、なんか超絶と爆絶の間ぐらい、いや超絶と爆裂の間の超絶とその間ぐらい、ちょっとよくわからねえ、よくわからねえけど明らかに超絶の難度だね。でレーザーを出して大ダメージよ。こんな感じこんな感じ。でこの前のパーティーはルシファー入れてないんだけど、やっぱルシファー強かったわ普通に。でこここのクエストは、このステージは結構怖くて本当に難しいのよ。なんだっけあいつ、ミカエルのババ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 ってあれがめっちゃ強いし、右下のやつで次の右下のなんだっけ、ちょ忘れすぎ、ガブリエルは倒すとメテオを落としてきて、これモンスター1体でも重なってると大ダメージで即死、さっき死んだから。それ で毒のダメージはそこまでないけど、あれは倒さない方がいいと。これ覇者のと40回やっぱイメージしてんのかな、なんか似てるよな。でこれ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 マジでやべえだろ。で今このプレイしている過去の俺はこの HP のシステムを分かってません。よっしゃボス戦やっていこうぜ。でしかもアニメも見てねえから全く意味が分かんねえ。でここさっき開幕なんときあいつ、姫路の SS を打ったら、ワンパンしたのよ。だから姫路は結構強いけど、こんな感じでやられちゃうのよ、アビロックを。だからこれ周回する、ほら、これだけでこれだぜ。周回したい場合は、紋章とかつけた方がはかどるかもしれねえ。もう入れ歯も怖いしな、まあ、ダメージオーラそこまで痛くないけど。で、このステージは、時代が来るから、なるべく早く突破した方がいい。このパーティーの場合な、マインスイーパーがあんまり少ない場合は
このステージは地雷が来るから気をつけようぜ。で、同じように横間ダメージ。で、ここを回復してねえから全然ダメージでねえ。それに気づいてない俺は。で、めんどくさいから衛星を使っていくぜ。で、あのゾンビ倒すと敵が復活するから、今回は倒したターンに敵も倒れてるから何もなかったけど、とりあえずまあ無視して OK。 で、ここ横で思いっきり行ったんだけどよ、ギリ行かなかったな。 SS 使ってもよかったわ。で、かなり悩む。ここでまあ悩んだ理由としては、姫路の SS を次ぶっ飛ばしてから、これ回復するの待つかなと思って、姫路が一回動いてアビロック解除されるの待とうかなとか思ってんだけど、まあ、そんな余裕もねえな。というわけでこれ縦勘で左行った後右帰ってくるように打ってるぜ。さあラストステージ。ちょっとよ、次体力が全然ねえ状態で、これ分かってねえから、俺分かってねえから SS 打つんだけどいや、もうちょっとほんと確認すればよかった。これで SS 打つのバカだろうと思うけど、本当に打ってるから、システム忘れてんのよ。さあぶってませ。まあ、それでこれだけ出てんだら強いのかもしれないよ。で、これも SS を、まあ、弱点封鎖されてるからいけねえんだけど、まあ当たるかなって感じで打ってるぜ。ね、なんか最後いい感じに大ダメージ。このパワーしゃっくりが出始めた最近よ、マジこのパワー言うとよ、ぜいぜい言うとしゃっくりが出んのよ、やばい。持ってくれ。で、これが下の魔導士に向かって、あ、ゾンビに向かってバーって撃つぜ。で、これでクリア。というわけ、まあ結構いろんなモンスター使ってるから、次のおまけでもそこで、まあ、自分なりにいいモンスターを選んでくれたら嬉しいぜ。そんじゃあおまけやっていこうか。さあ今回これが2回目に勝った、まあ一応初日最初クリアみたいな感じのやつで、これも、まあ、案の定俺は体力が多い時に攻撃力上がるというギミック全く分かってなくてやってるぜ。これはかわいそすぎる、かわいそすぎるぜ本当に。で、まあ、結局のところもっとなんか闇属性でアンダメージボールさえ持っときゃ誰でもいいんじゃねえか出てるから、これはまあお年玉子は出たばっかりだから使ってやろうって感じで使ってるぜ。で、まあ、やばい状況で敵に貼り付けるあのバーステドもなかなか面白かったよな。で、何気にギミックすごく対応のあの子バベルもなかなかいい感じ。まあ、でもやっぱり SS は動けた方がいいから、そういう点ではかなり使い勝手は悪いと思ってて。で、落とし玉子の SS は毒で雑魚処理もできるから意外と優秀。そしてここでハマってくれた
で、あのゾンビループのやつらは無視。で、これ突破、オッケー。で、これ鬼倒すとよ、爆発するから、まあ、ここは結構地道に倒したけど、まあ、全然無視してもオッケー。まあ、場所によっては全然無視できないから、ボス特攻でもいいかもしれないが。さあ、オッケー、ラストステージ。よっしゃ、いろんなモンスターを使って攻略してみたが、まあ、この中でいい感じのやつがいたら試してくるよな。まあ、なんかには使えねえ。まあ、バーステッドとかは使えねえか。まあ、バベルもちょっと微妙だったな。まあ、よかったら試してくるよな。そんじゃ、次の回で会おうぜ。あばよ。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣きってしかたねえ。